マルグリット・マリー・アラコク、または、聖マルガリタ・マリア・アラコクは、フランスのカトリック教会、聖母訪問会の修道所、原始者、聖人。マルグリットは、敬虔なカトリック教会の信者の家に、生まれ、幼い時から信仰深く育ち、締結の誓いを立てた。1671年6月2日、初めて、パレルモニアルの聖母訪問会の修道院を訪れ、 内的性を聞き証明を感じ修道所になる決心をした。しかし、家族の反対にもあったが彼女はそれを固くなり、貫き通し、同年6月20日に入会。1672年11月6日、立成願を果たし晴れて修道所となった。1673年12月27日、西ヨ羽ネ福音記者の祝日にあたる、この日、 修道院内の聖堂で祈っている最中にイエス・キリストが彼女の前に現れ自分の心臓を見せた。それがイエスの精神の啓示の始まりであった。マルグリットはイエスから聖なるお心の意図式き弟子と呼ばれる。啓示は2回現れ、1674年にマルグリットはイエスから私の心はこの世の罪で傷つけられていると述べられ、その次に 聖霊降臨後の次の生体の祝日の翌金曜日に精神を数形せよと求められた。マルグリッドはそのことを長上であるグリフィエ修道院長や長財司祭に報告した。しかし、彼女はその理解を得られず、同僚から必要な迫害を受けたが、新任の長財司でイエズス会の司祭クロード・ドラ・コロンビエールは彼女の話を理解し、それが神からによるものと確信した。 コロンビエールはマルグリッドにとって、生涯最高の霊的指導者となった。当時、フランスではオランダから発生したジャンセニスムが浸透し、厳格な信仰が求められていた。やがて、彼女は修練長になり、コロンビエールの指示に従い、後輩の修道女らに精神の新人を普及させた。最初、誰からの興味を示さなかった精神の新人は、修道院のみならず、 フランス全土、世界各地に広まるようになった。しかし、コロンビエールは、頂上の命令により、イングランドに旅立ち、そこで逮捕、投獄されたが、国外追放された後、パレルモニアルに戻り、1678年に死去。1690年、彼女は病を患い同僚に見守られながら10月17日、起点した。マルグリッドの死後、劣勢調査が開始された。 途中、フランス革命で中断されたが精密な調査の末、1864年にローマ教皇ピウス9世によって劣伏され、1920年5月13日にローマ教皇ベネディクトゥス15世によって劣勢された。祝日は10月16日である。ありがとうございます。